どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もはいドーンやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、皆さん僕の見た目どうですか？これなんかいつもと違いませんか？ブンブンアロー YouTube って感じなんですが、やばい、これは遠路すぎる。18禁ついてしまうかもしれないんですけれども、なんとですね、この衣装ついさっきね、島の周遊記を、まあ、シェアしていただいて回したところですね、まあ、1が出まして、このね右下のハテナのところに止まったんですよ。はい、そしたらなんとですね、今の着ている衣装が出てきました。やばすぎる。やっぱり神イベントです、このイベントは。はい、でもね、最近ねずっと1しか出ないんだよね。だから全然進まなくてさ、ポイントが全くたまらないわけ。まあでも、まあそうやってね、ハテナのところでなんかスキンとかもね出てくれるということが分かったので、マジでやばいです。はい、皆さんもね、ぜひ回してみてください。はい、ということで、今回はですね、とあるですね情報を、まあ、リスナーの方から教えていただいて、果たしてそれって本当なのっていうね、僕ちょっと全然知らなかったんで、まあ、まだね疑心暗鬼で半信半疑なんですが、とりあえずね、それをね今回は試していきたいと思うんですよ。はい、何を教わったかというと、こちらでですね、同じ装備を15回作ると金枠が確定するらしい。みんな知ってた？それ俺知らんかった。うん、この情報ね知らない人もまだまだいると思うので、ぜひね動画にしてくださいという、まあ、リスナーの方がいて、でようやくね、動画にすることができました。ありがとうございます。はい、皆さんね、ネタ等何かあればぜひ教えてください。僕はもうネタ切れです。絶賛ネタ切れでネタがありましん。はい、ということで、今回はですねこちらの AK-47 自動小銃、まあ、レベル10のねやつを作って検証していこうかなと。まあさすがにねレベル60で検証した場合、もしねガセネタだったら俺何のために素材集めたんってね後悔しかしなくて、もうメンタルブレイク多分するんで、とりあえずねそれを予防するためにレベル10でね、まあ簡単に集めてきました。はい、まあまだね集めきれてないので、多分ねこれ 15×15 で225必要なんですよね。ちょっと計算してみますか。 15×15 は225、暗算20までです。はい、ということで、じゃあまずはね草綿の種を、あと何個必要なんだろう、225-66は159個、買っていきましょうか。ちょっとこれはねもう集めるのめんどくさいんで、取引所でね159個買ってあげようと思います。はい、68個しか買えません。じゃあ68個買って売り切れました。マジかよ。68引いて残り91個。俺はどうすりゃいいんだよ。91個、今からね自分で取りに行かないといけなくなってしまいました。マジか、マジかよ。はい、ということでね、今回は、まあ、取りに行くね様子から、まあ、お届けしようかなと思います。はい、よろしくお願いします。ということでね、皆さん最近はいかがお過ごしでしょうか？僕はですね、ちょっとアンドーンに対してね、モチベーションが少しずつね下がってきてしまっている、まあ、お年頃なんですよ。まあ、しょうがないですよね。ゲームっていうのはまあ飽きてハマって飽きてハマってを繰り返すものだと思ってるんで、まあ、今をですね乗り越えれば僕もまたね楽しめるんじゃないかなと思ってるんですよね。でやっぱりねレベル70にねなってくんないと、まあ、新マップがね開放されないので、まあ、そこですよね。うん、はい、ということで、こちらレッドウッドの森からこんにちは皆さん、いらっしゃい。これさ俺マジでねすんげーさことに気づいたんだけど、このバイオライフルさ最近ずっと使ってるんですが、これマジで便利で、何が便利かっていうと、コーラー鉱山のねあのオアシスあるじゃないですか、69号線の近くにあるオアシスなんですが、なんとですねあそこで羊を狩るときに、このねバイオライフルがあれば一撃で仕留められるんですよね。だから一撃だからもう逃げる暇も与えないし、マジでね楽なんですよこれ。うん、だからね最近さこの武器をゴリ押ししてるんですが、まあ、押すにはですね理由があるっていうこと。はい、本当に楽ちんなのでね、
皆さんもぜひね作ってほしいです、レベル60を。まあ、僕レベル50作ってレベル60ね作れなくなってしまったので、皆さんは同じ過ちをね、繰り返してほしくないというか、まあ、しっかりレベル60作ってよりね、高火力で頭当てなくてもしばけるようになってほしい。僕はですねドールシープをしばくときに、まあ、頭をね当てないとしばけないので、まあ、少しねそこだけまあストレスあるんですが、まあ、それでもね一撃でほふれるっていうのは、まあ、やっぱりですね非常にいいことかなと思いますので、ストレスをねなくしていくっていうことが一番大事だと思います。ゲームを行っていく上でなんか素材集めめんどくせえなとか言ってさ、ストレスがある中素材集めしてたらいつか絶対にね心がパンクして皆さんねやめてしまうと思うんですよ。皆さんは人と付き合うってどういう意味かわかりますか？大好きな人をずっと大好きでいるっていうことではないんですよ。嫌いになってもいいんですよ。好きな人をねずっと好きって思えるって、まあ、相当さ幸せなことだと思うんだけど、その人のことをねどれだけ好きでもやっぱり自分とは違うからね、価値観にズレがあったり、まあ、育った環境の違いからね自分が当たり前だと思ってたことがその人にとっては当たり前じゃないことってよくあると思う。でもそれでいいんだ。人と付き合うっていうことはその人をね受け入れるっていうことなんだ。だから嫌いなところがあってもそれを受け入れてあげて、で一緒に過ごしていくっていうのが大事なんだよ。だからアンドーンでもね同じことが言えて、このゲームをね好きで始めたけれどもやっぱり嫌いな一面も見えてしまったと。でもそれでもいいんです。好きな時にやればいいんだよ。人間飽きる時もある、なんかゲームから離れたい時もある。そういう時は離れて、で離れてる間は僕の動画を見てやってる気になってまたやりたくなったらやればいい。そんな感じで皆さんね気軽に考えてください。なんかこのワンコロたちうるせえな、なんかワンコロたちうるさいんだけどさ、2打目しか入んないね。はい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 、かわいそうに。俺は外してもさ断層に戻るからな確率で。お前らなめんじゃねえぞ。あやばい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 、クリーパー先輩がやってきた。クリーパー先輩ももう2パンぐらいなんで、はい沈んでください。さあそろそろ良さそうかな。もうそろそろね多分91個溜まった気がするんですが、まだでしょうか、ちょっと確認しましょうか。残りがですね、あ今81なんでちょうど10個ですね。10個ぐらいさ売ってないかな。通常材料で綿類で、これの種を最大個数買ってあげて、あいい完璧。無事にですね、揃いましたのでキャンプの方に戻りたいかなと思います。少し待てばね、多分みんな売ってくれるからさ待ってもよかったな。でもねたまにはやっぱりこうやってね、自然の空気を吸いに外に遊びに行くのもいいですよね。まあ僕ね、普段毎日家に引きこもっているので、まあ、ゲームのね世界でぐらい、まあ、引きこもりからね脱却しないといけないのかもしんない。はい、とりあえずね、ニート脱却するところから始めていきましょうか、僕たちの物語を。ペンちゃんありがとうお出迎えということで、まあ、ようやくですね揃ったので、この原材料を加工してあげて、で作っていきましょうか15本分。まあ、こっからがですね、まあ、今回のまあメインディッシュですから。は？大丈夫か、なんかできたか今、なんか加工処理失敗しましたが、とりあえずバックのスペースが足りないから無理らしい。バグったと思ったけどさ、まあそんなことないんだよな。このハイドーンがバグり散らかすわけがないんで、やっぱりですねなんか自分の勘違いってあるよね。なんかバグったと思ったらさ実は全然バグってなかったみたいな、僕の頭の中がさバグってただけで何もバグってなかったんですよ。こういう勘違いってよくあるからね気をつけましょうね。よくあるのがさ、パソコンをですね使ってる時に保存したのに保存されてねえじゃんふざけんなよっていうさ人いるんだけど、いやパソコンってさほとんどねパソコンのせいじゃないのよ。実際上書き保存できてなかったり、上書き保存ね、する前クルクルしてるところになんか切っちゃったりさ、なんかその人にさ原因があることがほとんどなんですよね。まあ、パソコンに原因がある場合はもう買い替えなかったあなたが悪いんで、パソコンにですね当たり散らかす人は本当にろくなやつがいないんで気をつけましょう。ということで、なんで草畑の種あとさ10個足りないんだけど、どういうこと、俺の計算ミスったのか。ふざけんなよ、さっき計算したよな。絶対俺の計算は狂ってないんで、電卓が狂いました。はい、とりあえず11個買っとこう。間違えた、勢い余ってさやっちゃいましたが、なんで
何が足りてないんだ。225、あ、破れた銃皮が5個足りてないんですわ。じゃあこちらもね、5個しっかりと買ってあげて、でこれで15個製造可能になったんで、まあ一つずつですね、作っていきましょう。15回目で必ず金が来るはずです。僕はこれを1本も作ったことがないので、まあ15本ね作った時には確実に金が確定してくれるっていうね、情報をいただいたんで、ちょっとね楽しみに作っていくんですが、これ3本目、まあだいたいね 80% の確率で青だから、まあほとんどはね青が出来上がると思うんですが、15本目に期待。もう確定すること分かってたらさ、別にさ金なんてさ確率で引かなくてもいいわけだよな。今回はね、15本作ることが確定しているので、とりあえずですね、もう金が来なくてもいいんですが、なんか紫来ました。紫これ5本目で来ましたね。5の倍数で確実に紫が来るとか、そういうことってある？もしかしてそういう仕様もあるのか、ちょっとわからないですけれども、まあとりあえずね作っていきましょう、気にせずに。今回一番大事なのは15本目が金か否かなんで。はい、また紫来たね。 15% 引くんだったらさ、なんか60武器を作るときにさ引いてほしいんだよな。うわ来た来た来た、金金です、皆さん。5% 引いていく。ちょっとこれさ趣旨が違ってくるぞ、マジかよ。いやなんか知んないけどね、金装備できちゃいました、ありがとうございます。でもね、まあ、自分で作った金ってやっぱり嬉しいよね。なんか確率の壁超えてきてるんだが大丈夫か。なんかさっきから紫とかさ金がさめちゃめちゃ出やすい気がする。気のせいでしょうか。いやマジか、気のせいでした、青でした。次はさあ残り5本です。5個目が必ず金になるはずなんですよ、多分ね。じゃあちょっとね、青どもは分解していきましょうか。バックのねスペース足りない、セカンドシーズンが来てしまったので、とりあえず青いね AK47 たちに関してはもうさようならします。はい、ありがとうございました、安らかに眠りたもえ。4本目は確実に金だから、うん、ワザップじゃない限りは、まあ、確実に金が来るでしょうね。ポケモンのさワザップっていうね、まあ、裏技サイトだかなんだか知りませんが、だいたいガセネタなんで。紫きた、残りはね2本です。この次ですね、この次が確定で金。これで金が出てくれたらさ、みんなさ、まあ、素材集めるモチベーションにつながりますよね。はいはい、ということで、まあ、長々とやってきましたが、次でねラストです。これがマジで重要なんです。はい、15本目、果たして必ず金なのか、やっていきましょう。マジで金来てくれよ、頼む。俺は騙されたくない、人には。もう人間不信にさせないでください、カモン。さあ金色か、青じゃん。どういうことこれ。この件にね関しまして何かね、情報をお持ちの方はぜひともねコメント欄で教えてください。はい、まあちょっと人間不信が若干進みました。以上こんがりでした。じゃあな、じじー。